投資の可能性を進める人にこだまです。今日は株価爆上げ、情報修正期待、高配当株参戦というテーマで動画を投稿していきます。11月に入り、各企業ですね、決算を迎えていきますが、まあその中で当初の予想よりも見通しを引き上げることを情報修正、逆に引き下げることを下方修正といい、株価にも大きな影響が出ます。まあ、直近ですと、6744の農民防災が年間の経常利益を予想から 15% 情報修正しまして、まあまだね、決算前の発表だったんですが、この通り撮影日の株が出来高急増とともに力強い陽線で急騰しています。まあ、10月25日の金曜日は、市況としてもすこぶる悪かったので、まあその中でも逆行高ですね。またですね、今年の春、業績ボロボロで、私もネガティブ特集連発だった4503のアステラス製薬も、430億円の経常利益の見通しに対して、もう第一四半期だけで504億円、まあつまり目標値をすでにですね、オーバーして、しかも第一四半期ですから、1年の最初の4分の1だけで、まあ配達成したことによって、株価もですね、大きく回復しました。まあこのアステラス製薬の例は、私もね、予想ができなかったというか、まあかなりね、極端な例でありますけども、これから多くの企業で、まあ1年の半分、第二四半期の決算が発表されるので、その前の第一四半期の時点で、まあ業績の達成度合い、まあ進捗率がいい会社は、当然のことながら好業績、年間見通しのさらなる情報修正、そして高配当企業であれば、まあ、増配も期待できてしまいます。まあこういったですね、強い会社、まさにですね、マーケットがね、荒れまくりの今だからこそ、もうとても投資の意味があります。今回は、貯金決算を控えていて、すでに前の決算での進捗率が良くて、しかも割安高配当という銘柄に絞って、まあ紹介をしていきます。銘柄選択の参考に、ぜひ最後までご覧ください。ちなみにチャンネルの公式ラインでは、狙ったですね、高配当株を最も安く買える暴落期の見極め方、さらにですね、長期投資の買い場のコツについて、友達登録者限定で講義動画を無料でプレゼントしています。私個人的には、長期投資において、今の時期ものすごくね、チャンスなんですけれども、やはりですね、根拠がないと、下落途中に掴んでしまったり、逆にですね、怖くて何もね、手が出ずに取り逃しがちです。まあ、そんな今をですね、チャンスに変える内容がたくさん収録されてますから、LINE のですね、友達申請は概要欄のリンクの方からやってみてください。それでは、本題でいきます。情報修正期待高配当株、その1が4205の日本ゼオンです。日本ゼオンは合成ゴム、まあ、高機能樹脂を中心とした石油化学メーカーです。まあ、出身母体は古川電気工業、横浜ゴム、まあ、日本軽金属になります。まあ、用途としては様々でして、まあ、自動車用のタイヤから、まあ、電子機器のディスプレイや半導体に電池、まあ、建築素材や日用品など、まあ、様々な分野で使われています。まあ、特に自動車部品やタイヤに使用される合成ゴムについては、まあ、国内2位、特殊合成ゴムは世界シェア1位、まあ、ディスプレイや光学部品に使える高機能樹脂レンズのゼオネックスは、まあ、こちらも国内メーカーではトップと、まあ、シェアが高い、つまり付加価値が高い製品を多数持っている有力企業です。まあ、ちょうどですね、この動画がアップされる10月28日が第二四半期の決算発表ですので、果たしてどうなるかという感じですが、配当利回りは 3.56%、PBR は1倍割れ。優秀な会社なんですが、それゆえありがちなのが、まあ、大きなですね、驚きなく、まあ、ここ4年間はずっとですね、横ばいのレンジ相場で推移しています。まあ、実はですね、売上で見ると、そんなに変わっておらず、むしろこの3年間は、まあ、利益率がね、低迷していたんですが、まあ、ただ前回8月に発表された第一四半期の、まあ、経常利益率の進捗は44.5%、もう年間で計画している利益の約 45% を最初のですね四半期ですでに確保しているという状態です。で、日本企業でよくありがちなのが、もともと年間の見通しを低く見積もっておいて、後からですね情報修正を重ねてくるというパターンです。これはやらせですね。なんですが、日本ゼオンの第一四半期の平均の進捗率を調べたところ、5年平均で 29% でしたので、まあ、そういった見せかけの数字抜きに順調に利益を積み重ねていると言えそうです。日本ゼオンの売上構成を見てみると、海外がですね約 60% 以上を占めており、日本にいるとあまり感じませんが、海外ではこういったですね、光学系、フィルム系の化学メーカー、この数年結構苦戦していました。実際ですね、2020年からの日本ゼオンの利益率を見ますと、22年3月期に、まあ営業利益で 12% つけて以降は、この通り低迷していまして、まあ電子機器を中心に、まあ需要が減退したことと、まあ中国の不調で、安いですね、中国製製品が世界中に出回ったことによって、まあ全体としては苦しい状況でした。ただですね、今ちょうどそこから、第一半期見る限りは、底を打って回復してきているフェーズに入っています。第一半期はですね、主力の高機能材料、それからエラストマー素材と、共に前年比大きく伸びました。フィルムなどを手掛ける高機能材料は、モバイル端末向けの需要が回復したのと、棚卸資産の関連費用の削減によって、原価が減って、同じ商品販売量でも、まあ、利益が20億円以上残るようになったという点、まあ、合成ゴム、特殊ゴムを中心としたエラストマー素材に関しては、まあ、出荷も増えてますし、まあ、販売価格も改定して、さらに販管費のコスト削減もして、前の四半期からすると8倍近くとなる38億円の利益を残しています。まあ、半導体株だけ見てると、特に昨年から今年にかけて大きく上がっていましたが、市況はむしろですね、悪化していて、まあ、関連するですね、EV や電子機器も含めて、苦戦を強いられていました。まあ、ただそこはですね、回復してきて、高機能材料が売れてるのと、ゴムに関してはですね、実は結構原材料価格が上がっていて、ただそれをですね、まあ、価格転嫁することによって、まあ、利益率を、まあ、確保できているのは素晴らしい点だと思います。まあ、高シェアだからこそなせる技ですね。今後ですね、高機能材料に使える、ナフサ価格の推移、あとゴム価格が落ち着いてくるようなことがあれば、まあ、単純に仕入れ値が落ちていきますんで、まあ、1個あたりの販売に対する利益も残りやすくなるでしょう。配当方針については、配当成功 30% を標榜していて、まあ、今のところのですね、1株利益と配当の
バランスを見ると、まあ、56% と、まあ、情報修正があってもそこまで引き上げる余地は今のところ少ないかもしれません。ただですね、ここ10年は見ての通り、途中コロナ禍があってもずっとね、増配してまして、まあ、基本的には無理に引き上げることなく、まあ、かといって配当額も高めていて、まあ、非常に堅実な配当政策と言えます。もう財務体質を見ても、まあ、自己資本比率は 60% を超えていて、まあ、負債割合も小さいことから、まあ、少々のですね、業績悪化では、配当へは悪影響が及びづらい。株価もですね、ちょうどこの8月に久しぶりの1000円台をついてから、まあ、やや反発気味です。まあ、ただ日本ゼオンに関しては、まあ、7月の決算で、まあ、上期、まあ、つまり第一四半期と第二四半期の、まあ、経常利益をすでに情報修正していまして、まあ、次に好決算でても、あまりですね、驚きを持って受け止められないかもしれません。そもそも四半期で見ると、営業利益よりも経常利益が上回っている。まあ、この経常利益については、為替差益が大きいので、まあ、7、9月の為替の状況を見ると、まあ、第一四半期に比べて結構円高に振れましたから、まあ、あまりですね、ポジティブな予想をしているのは、まあ、違うかもしれません。もうあくまでですね、為替云々は置いといて、まあ、主力製品の販売状況、まあ、あとはですね、価格転嫁、まあ、リーダー企業だからこそ、まあ、そういった取り組みを継続的に進められているかどうかを、まあ、決算時に確認するといいと思います。情報収集期待後輩とも、その2が9507の四国電力です。四国電力はその名の通り、四国4県の、まあ、営業エリアに、まあ、電力を届けるインフラ企業になります。主力となっている火力、水力はもちろん、原子力発電はですね、愛媛県の伊方原発が1基稼働。まあ、とはいえ人口減少が続いている地域から、あまり成長性は生浮き高いではイメージしにくいですよね。ただ、ここのところのバリュー株、電力株の上昇によって、実は今年6月までに6年ぶりの高値を取っており、そしてですね、現在はお休み気味。配当利回りは 3.34%、PBR は漏れなく1倍割れ。決算発表もこの動画がアップされる翌日の10月29日になります。まあ、単純にね、形だけで決めるのも危険ですが、ちょうどですね、年初から 1.5 倍になって、その上昇分の3分の2までもう下がってきて、まあ、中長期では押し目を、ね、狙える位置と見ても悪くないかもしれません。そしてですね、株価上昇の根拠となる足元の業績も、まあ、結構好調です。第一半期の経常利益は計画比 66%、 営業利益も 69.9% と、まあ、1年間の計画している利益の約7割をすでに最初の、まあ、四半期で達成していることになります。ただこれ売上で言うと、まあ、計画比 21%、 まあ、通期のですね、推移を見ても青の売り上げに関しては、まあ、そんなに変わんないのがわかると思います。まあ、そもそもですね、電力会社四国電力にかかわらず、つい2年ほど前までは赤字が続いていました。まあ、22年以降の、まあ、原油価格の上昇、それによってコストが、ね、爆上がりして、まあ、それがね、業績の足を引っ張り、またですね、四国電力でいうと、まあ、地域から新規で、まあ、大口の電力需要をなかなか取り組みにくいので、まあ、そういった点もあって、まあ、売り上げは横ばい。ただ昨年から、まあ、電力料金の値上げをしたり、まあ、政府の補助金政策もあり、まあ、利益が徐々に回復してきています。とはいえ今年もまだまだ厳しいでしょうと。まあ、利益に関してはおよそですね、400億円台を予想として出してたんですけども、まあ、第一半期だけで317億円の経常利益が残って、まあ、結果として低めに立てていた予想に対して、まあ、実績が大きく上回ったという形になります。まあ、足元原油などのエネルギー価格は落ち着いてますし、引き続き伊方原発が、まあ、高収益で電力をもたらしてくれるのと、電力需要もそうそうですね、まあ、簡単に落ちませんから、まあ、高収益が見込めると思います。ただですね、四国電力もともと低く予想を見積もって、まあ、情報修正をする常連でもあるんですよね。過去のですね、業績修正の利益を見ますと、昨年の10月も情報修正してますし、その実績がいろいろなデータで見られますから、まあ、保守的に助走を出して後からお乗せする会社だなと、まあ、ある種市場から、まあ、見られてしまっている可能性もあります。なのでこの7月末に前年比2倍増益で高決算を出したんですけども、まあ、その時の地合いもあってこの通り売られて、まだ第一半期時点での決算の株価は戻していません。まだ今年のですね、情報修正は出ていませんでして、ちょうどこの動画アップされる翌日に発表される決算で期待ができるとともに、電力会社って欲も悪くも、まあ、そんなに大きく一気に売上が変動しません。しかもですね、ざっとニュースを調べている限りですが、平野部の多い香川や愛媛を中心に工場進出が続いてますし、まあ、これはそのまま四国電力の業績アップにもつながります。まあ、中小企業の目標でも、まあ、電力だけじゃなく情報通信や国際事業のウェイトを増やして、まあ、安定して500億円程度の経常利益を出していくという、まあ、目標も出してますから、単純に成長性のないインフラ企業と言い切ることはできません。配当もですね、過去の傾向を見るに特に方針を明示してはいませんが、配当成功で 40% 程度出す傾向にあります。今の予想一株利益化すると、もう最大で70円、そういった増配の発表があった場合はポジティブに受け取られるかもしれません。まあ、電力会社はですね、他にもありますし、わざわざ四国電力である必要はないかもしれません。また今言ったような傾向は他の電力会社でも多かれ少なかれ見られます。まあ、ただそんな中でも割安で進捗率が高いというのが四国電力ですし、まあ、四国電力はもちろん、まあ、参考に派生して他の電力会社も急騰から 3,4 ヶ月経ってますから、押し目狙いで見てみてもいいかもしれません。
情報集積体後輩とか部その3が5019の出光興産です。このところ株主管理を高めている日本でも大手の石油精製、石油販売の元売り。まあ、業績については結構ね、アップダウンがあるんですけども、今期の進捗は第一半期で営業利益が 72%、まあ、経常利益も同じく 72% と、まあ、高い水準で達成しています。もう第一半期で年間の7割、まあ、利益を確保している状況です。株価データは配当利回り 3.16%、PBR1 倍割れ、決算が11月の12日にあります。9月の中盤に中東情勢がですね、悪化したこともあって、石油価格が上がり、この通り上昇したんですが、また戻って、まあ、前期に比べて好調な業績を出しています。で、利益をですね、大きく上げたのが、まあ、燃料と化学品のところで、それぞれですね、まあ、燃料のマージン、それから基礎化学品の、まあ、販売数量自体が増えていて、資源に関しても、価格はですね、やや低下したんですが、それでも販売数量自体は上向いてますから、まあ、普通に売れ行きが好調で、まあ、好業績につながったと思います。まあ、数量だけで言うと、メインのですね、化学製品が前年比 7.7% 増、それからですね、第一半期は横ばいではありましたが、先行投資をしているベトナムなど、まあ、東南アジアでの、まあ、事業がですね、25年度中に黒字になれば、まあ、さらに利益としても上乗せが期待できます。まあ、原油価格もなんだかんだ言って、まあ、結構粘り強く推移してますよね。まあ、なので、情報修正はまだしてませんが、もともと大きくですね、減益の手だったところを、まあ、今すでに7割を達成していて、まあ、さらにですね、増益が期待できるかもしれません。あと、出光に関しては、配当方針が強固でして、2023年から25年の3カ年計画においては、総加熱成功 50% を目標とし、さらに配当金額は、まあ、下限で32円で設定しています。なので、今予想されている32円の配当から減配ということは、まあ、まず考えられます。仮にこれですね、一株利益が100円に情報修正された場合、まあ、それで最終的に配当成功 50% とすると、配当金が50円、まあ、今の株価がすると 5% 近い利回りになる可能性もあります。さすがにですね、年半ばでの情報修正と一気にね、配当金を、ね、引き上げるなんて、まあ、ややね、楽観的すぎるかもしれませんが、まあ、株主管理の意欲は大いにあります。ただですね、心配なのが、業績の想定における燃料価格です。出光のですね、売上のうち、燃料油の販売が 80% を占めています。まあ、ただその業績の大元となるですね、原油価格で見ると、2024年度、年間通じてドバイ原油は85、同じくブレント原油も85と設定してるんですが、ドバイを見るとですね、今年まだ85を上回っていないのと、ブレント原油もですね、下降気味で、7月以降は70台です。その価格低下がおそらく業績の足を引っ張りそうです。まあ一方で為替レートは1ドルで145円の想定。まあここに関しては今年の夏場を除いて年間で概ね上回ってますんで、良くも悪くも原油価格と、そして為替次第と、まあ、なりそうです。まあただ配当自体は安定していて、おそらく増配の余地があるのと、あと決算がちょうどね、11月12日ですので、アメリカの大統領選挙が終わって1週間後です。まあ、そこまでには重要イベントを通過して、為替も原油も大きく動いてると思いますから、まあ、そこでもし資源価格上昇、円安に進んでるんであれば、結構投資するには面白いと思いますし、まあ、そうでなければ安くてもスルーという形でいいと思います。銘柄の話をですね、がっつりしましたけども、やはりですね、まあ、原油や為替、そして世界のですね、株式マーケットの、まあ、流れが順風か逆風かによっても、まあ、その会社の株価パフォーマンスは影響を受けますから、まあ、今日挙げた個別の要素プラス、まあ、全体試合も鑑みて投資タイミングは考えていきましょう。で、冒頭でもお伝えしました、チャンネルの公式 LINE の方で、まあ、今の時期にぴったりな、もう、地合悪化期、暴落期に、長期株を仕込んでいく、無料の講義動画を、友達登録者限定でプレゼントしています。私の後輩と株の監視銘柄リストなんかもありますんで、具体的な実例でも見られます。もしご興味あれば、概要欄のですね、リンクの方から LINE の友達申請をしてみてください。それからですね、本日の動画ですね、役に立ったなといいなと思った方、ぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。主張はですね、雰囲気悪いですが、長期投資はですね、こういう時こそむしろポジティブに、前のめりでやらないといけません。これからも継続的に情報収集の役に立つ動画を出していきたいと思いますので、よろしくお願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。